数々の困難を突破し、サンジを奪還したルフィたち麦わらの一味。ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方、ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い患いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない。野郎ども、撤退だ。あとはクロワシとプリンのケーキの味次第。死ぬほどおいしい。これこれ、ウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマン。直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベエの仲間であり、ジンベエはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんな、ジンベエ。お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベエたちの尽力により、ルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。ゾロやキンエモンの待つ次なる目的地、ワノ国を目指す。その途上、ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた。四皇の一角に大打撃を与え、その幹部をも倒したことで賞金額も。ちょっと待ってください、ルフィさん。あなたの懸賞金額15億ベリーですよ。その頃、ルフィを取り逃がしたビッグマム、ワノ国を支配する百獣海賊団の長、カイドウと密談していた。いいね、麦わらの首は俺が取る。邪魔すんなよカイドウ。あの小僧に恨みがあるのは俺だ。来るなら殺すぞリンリン。一方、先にワノ国に潜入していたゾロ、ウソップ、ロビー、フランキー、彼らはキンエモンの指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていた。だがゾロの持つ黒刀シュウスイが紛失したワノ国の国宝であったため、窃盗犯とみなされたゾロはワノ国全土で指名手配されてしまう。そんな騒ぎも知らず、ルフィたちはワノ国に到達。荒波に揉まれるうち、仲間とはぐれてしまったルフィは一人ワノ国を探索する。よし、やるか。不法入国の船に指名手配中の浪人のトーキンス。はあ。であれば。承知した。おーい。は？ん？この声は。やっぱりゾロだ。みんな一緒か。ああ。やはり指名。麦わら、お前らが来ていることは知れ渡っている。すでに奴隷。何だと。この国で金へも。よし、お前たち。サム一部人ジャックさんピストル。ジャックさんからの指示。ロロモアゾロを捕らえる。その船長もだ。
お任せを。今すぐ引っ捕らえてきます。急いでみんなのとこ行ってやめると。邪魔する奴は全員ぶっ飛ばす。敵の目を引きつける。それで戦力を分散できるはずだ。敵を引きつける。なんだ、向こうが騒がしいぞ。様子を見に行ってみるか。ライフマイナス1。
お前たちがどれだけ強かろうと、俺が倒されることはない。どういうことだ。わらわらの力で体に宿した部下たちの数だけで俺は死ねる。どけ魔物を。なんと逆転。ストローマンは部下たちの分身だ。俺にダメージはない。部下を身代わりに。大した能力だ。魔物のバズーカ。よっ、はっ、いくぞ。よっ、はっ、くっ、くっ、くっ、よっ、は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 っ、よっ、敵の運勢も相当いいようだ。潜入していた麦わらの部下は捕獲完了だ。手が足りないなら加勢しろ。363。さっさとこいつら倒して助けに行くぞ。同盟が揃ってあの国にいるとは何をする気だ。報告がバレるし、花屋は捕まる。あいつの気で考えうる最悪の事態に仕上がって。ドレイク、俺はここまでだ。知る必要。
奴はぶっ飛ばした。急いでウソップたちを助けに行くぞ。どいつもこいつも不甲斐ねえな。おい、ジャック。カイドウさん。あんなガキども相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。奴の能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。麦わらや、てめえ何やってんだ。おい、カイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガン。人型に戻った。ゴムゴムのコングオルガあの麦わら屋が一瞬で、やはり化け物か。おい、待つ。お待ちください。金も、もはやワノ国は軽度です。カイドウなら今は焦らず。くそ、もう一旦